千葉県道48号八日市場の坂線バイパス、創作市港千葉県道48号八日市場、野坂線は千葉県創作市内の県道である。千葉県創作市下ではの国道126号交差点を起点とし、創作市や主浜の千葉県道30号飯岡、一宮線の交差点を終点とする路線。また、県道西側に並行して、国道126号と、 国道296号との交差点を起点としたバイパスも同志足浜方面へ行くことができる。現道は、総武本線と平面交差する踏切になっていて、朝夕を中心に下では交差点と踏切の間の道路が狭く、大型車1台と普通車とすれ違うにも時間がかかり、さらに大型車同士となると時間がかかり、歩道がないことも重なったため渋滞していた。 そのための対策として、原道西側にバイパスが建設され、2002年3月に開通した。バイパス開通後は、踏切付近の渋滞は、開通前に比べて緩和された。しかし、国道296号入り口交差点から道の口交差点にある区間で、今まで優先だった比較的に交通量の多い、東西の道路があり、バイパスが開通する前から、 交通事故の懸念がされていた。実際に開通後は交通量の増加に伴い事故が多発した場所であるため2007年2月に信号が設置された。2010年3月には野坂中学校付近まで完成している。野坂バイパスの一部開通で調子連絡道路を誘導する白文字緑地の案内標識が各主要交差点で交差する道路の 道路案内標識の脇に据え付けていて、海岸方面から県道48号に入り、県道30号との交差点を含め4つ目の信号を左折と直進、右折の分岐する交差点からバイパスへと誘導がされて、最後に国道126号、右、直進方面との交差点の案内標識の脇に、国道126号東金方面側へ向かうようになっている。 ありがとうございます。